生後2ヶ月の息子が亡くなった。まあこれだけでも十分衝撃的だったのだが、霊安室に移されて霊柩車を手配するんだと思ってて、看護師にどうすればいい？って聞いたら、え、お車で来てらっしゃいますよね？って、俺？お父さんのお車で一緒に帰ってあげてくださいって何か。どうぞお持ち帰りくださいって感じでいいのかそれで、と思った。その後、手続きいろいろ済ませて、車を病院の入り口に横付け。正面玄関ではないものの、一般の人も多く出入りする入り口。しばらくすると泣き晴らした顔で、真っ白な輪箱を抱いた嫁が、医師、看護師ぞろぞろ引き連れて出てきた。状況を察し一斉に散る、外来患者は面会者、昼間だったから。そんなシーンの真ん中にいる自分。まさかこんな日を迎えることになるなんて思ってもなかったよ。息子との最初で、最後のドライブは、なかなかいいもんでした。